こんにちは、バイアンドです。あなたは未読無視されたことありますか？未読無視って結構多くの人が一度ぐらいはされたことあるんじゃないかなっていうふうに思います。ただ未読無視を好きな人にされたりとか気になってる人にされたりすると、なんでこの人に未読無視されたんだろうなというふうに思ってしまって辛い気持ちになる方は多いのではないでしょうか。そこで今回は未読無視をしてしまう人の心理についてお話ししていこうと思います。こういった未読無視してしまう時の心理状況を知ることによって、あなたが未読無視をされたくない人にはどんな文章を送ればいいのかだったり、もしも仮に未読無視をされた場合にはどういう対処を取ったらいいのかということを分かるきっかけになるんじゃないかなっていうふうに思います。それではバイ&チャンネルスタート。一つ目は、相手が連絡頻度を下げたいと思っているということです。あなたのことをもしも本当に嫌っていたら、もうブロックだったり、そもそももう LINE してこないでっていう風に言われたりなど、露骨にアピールされる場合が多いと思うんですが、未読無視のまま相手がブロックをしていない場合だと、あなたに対してちょっと距離は置きたいけど、そこまで強く言えるような関係性じゃないから少し連絡頻度を置きたいって分かってくれないかなっていうようなサインを出してる可能性があります。未読無視が1週間とか続いた状態でたくさん LINE をまた送ってしまったりとか、気が治ったように定期的に LINE をし続けてしまうとさらに悪化してしまう可能性があるので、まずはそういったサインがあるかもしれないなっていうことを自分の候補に入れておいてください。この時にあなたとの連絡頻度を避けたいなと思っているかどうかの境界線は、他の人に対して未読無視をしているかどうかということです。結構一概に言えないのが、本人の中では未読無視ってあんまり思ってないっていう可能性も結構あって、すぐに返信する人は1日でも、返信が来なかったら未読無視って思ったりするんですけど、返信がそもそも遅い人は2日3日でも別に未読無視じゃなくねっていう風に思う人とかっていうのいたりするので、そこの基準があなた目線だけではなくて相手目線もちゃんと入ってるのかっていうのは最初に見てあげた方がいいです。2つ目は、トーク内容が優先度を下げてもいいと認識されてるということです。ポップアップなので、あなたの送った文章が LINE を開かなくても見れる状態があると思うんですけど、この文章は別に返信しなくてもいいかなっていう風に思われたりすると優先度がガッと下がってしまいます。これに関してはあなたに対して好意を持ってるとか敵意を持ってるとかそういうの関係なく、ただただ文章わざわざ開いてそれで返信を返すっていう手間がめんどくさいっていう風に思われてる可能性があります。この可能性が高いのは一文で返してしまっていたりとか、相手に対して疑問形で送っていない文章の時には考えられるかもしれません。相手にどういった文章を送っているのかっていうのはぜひ見てあげてください。3つ目は、あなたの返信スピードに合わせている可能性があるということです。ベースとして、相手があなたに対してメッセージをこうくれた時に、あなたがちょっと1日とか置いちゃってってから返答してたとかだと、相手がすぐに連絡をくれるんじゃなくて、あなたが1日ぐらい返答を置いていたから私もそれぐらい置こうっていう形で数日置いてからまた連絡してくるとか、あなたの連絡スピードに逆に合わせてくれてる可能性っていうのも一つはあります。なので、あなたがもうすぐにいつも即レスとかしてる状態だったら少し考えにくいんですけど、いつも LINE の返信スピードをそこまで気にしないとかっていう方の場合だったら、相手も連絡をしてきてる可能性もあるので、そこも着目ポイントとして見てあげることをおすすめします。4つ目は、駆け引きをしているということです。これは結構よくね、サイトとか本とかでも言われてる部類になるので、補足もつけてお話ししていこうと思うんですけど、まず相手からの返信スピードが遅いっていうのは、あなたのことが嫌いだからっていう理由だけではやっぱりないです。あなたに対して少し好意を持っていて、本当にどういう気持ちなのかを確かめたいとか、あなたのことが気になるからこそちょっと駆け引きとして少しあえて時間を置いてあなたと連絡をすることによって、もうちょっとこう話をね引き伸ばしたいと思っているとか、そういった可能性もあります。ただこの場合の見極め方の注意点なんですけど、そもそも連絡頻度があまりない状態とか、実際にどこかで会った時に好意的な仕草が見られない場合は、この可能性はちょっと少ないと思った方がいいです。なぜかというと、 LINE で連絡頻度を遅くするっていうのは単純に考えると嫌われてるんじゃないかっていう心配を誰もがするものなので、相手が駆け引きをしたいと思ってるような人に対して嫌われてるんじゃないかっていう誤解を招くような行動ってなかなかしづらいんですよね。なので、もしも駆け引きをしてる場合だったら、実際に会った時には結構
こう好意的な感じをこう匂わせてきたりとか、なんならもう好きですって言われてるようなレベルのことをされてる時には、そういった、駆け引きをあえて LINE とかではしてるって可能性もあります。ということは覚えておきましょう。それでは続けてなんですが、未読スルーしたくなる NG 文章っていうのも今回ちょっと紹介しようと思います。まず一つ目はスタンプの対応です。これは結構多かったりするのでぜひ気をつけてほしいんですけど、相手からねなんか連絡が来てそれをどう返したらいいのかわからないっていうな風になったら、結構ねスタンプとかでなんか意思表示というかなんか感情を表すみたいな風に、スタンプ使っちゃう人とかって多いと思うんですけど、すごく優先度がやっぱり下がっちゃって、スタンプぐらいだったらもう既読未読無視でも全然 OK っていう風に思っちゃう女性ってすごい多いので、まあ、これは男女ともにあるかもしれないんですけど、スルーされるかなりの原因になるので気をつけてみてください。2つ目は相手の返答文をはるかに上回る文章量で返した時です。例えばなんですけど、あなたが2行ぐらいで何か文章を返して10行とか20行とかで文章を返ってきたらどう思いますかっていう話なんですよね。人ってペーシングっていう心理状況が、あります。これはどういうことかっていうと、何か自分にされたことと同じようなことを返さないといけないんじゃないかっていうふうに思ったりとか、自分以外の第三者がいるとその周りの人と合わせるべきだっていう感情が働くということです。なので LINE とかで文章を書いてきた時に、もしもあなたが相手の文章量に対してめちゃくちゃ多い文章量を返しちゃったら、相手もそれぐらいの文章量を返さないといけないんじゃないかっていう気持ちが働いちゃうんですよね。でおすすめは相手と同じ文章量で返す、あるいは相手の文章プラマイ1ぐらいな形で返してあげる程度がおすすめです。そして3つ目は相手の答えにくい文章を送ってるということです。例えば相手に誰かの悪口を求めるような質問を送ってしまったりとか、相手にとってはすごい不快に思ってしまうような質問をしてしまうと、疑問系で終わっていたとしてもすごい短文で返したくなったりとか、既読無視、未読無視をしたくなってしまうっていうような心理は働くことが十分考えられます。相手の家族間の問題だったりとか、なんか進路の問題だったりとか、すごいディープな恋愛の問題だったりとか、それってここで言う必要あるかなっていうようなこう疑問を持ってしまう質問とかをしてしまったりするとなかなか難しかったりします。プラスして相手が答えにくい質問っていうのはデートとかの問いも結構含まれたりします。相手があまり乗り気じゃないのに今度デート行こうよとか言っても、多分それも質問として答えにくい内容になってしまうので、未読で察してぐらいにして考えられてしまう可能性があるのでぜひ注意してください。そして4つ目は独り言と認識されるような文章を送ってしまってるということです。相手に対して疑問系ではなく全くの独り言だと勘違いされるような文章を送ってる人は結構多かったりします。この間レストランで丸々食べたんだよねとか、この間街で有名人見たんだよね、こういったあなたからすると相手に対してなんか反応してほしいっていう風に思うような言葉でも、相手からするとんそれってなんて返したらいいのっていう風に思っちゃうようなことって結構たくさんあったりするので、一度自分が送る前に自分だったらそれどう返すかっていうのを考えてから送るようにするといいかもしれません。この独り言と認識されるかどうかっていうのは相手の解釈にもよったりするので、あなたがこれぐらい返してくれるだろうって思ったことが意外と相手にとっては返せない内容だったりすることもあったりします。そして5つ目は自分に興味のない文章を送られた時です。これはもう本当に単純なんですけど、相手に全然興味ないような文章を送られた時には未読無視の対象になります。例えば相手が全然映画好きじゃないのに今度映画行こうよっていう誘いの連絡をしてきたりとか、相手が全然アイドルとかジャニーズ好きじゃないのにそういったアイドルとかジャニーズのオタクの話をされてきたりとか、いろいろねたくさんあると思うんですけど、相手の好みに合わない内容を話していくと最初は受け答えしてくれたとしてもどんどん連絡頻度を話したいなというふうに思われたりとか、ちょっと未読で察してほしいなっていうふうに思われたりとかすることもあるので注意してください。興味ないことを連絡して未読になるっていう状態になったら結構前々からやってたっていう可能性の方が高いです。最後にまとめをしたいと思います。まず未読スルーする女性の心理としては、1番相手が連絡頻度を下げたいとアピールしてきていること、2つ目がトーク内容の優先度を低いと捉えられていること、3つ目があなたの返信スピードに合わせていること、4つ目が駆け引きをしていること、そして未読スルーしたくなる NG 文章も覚えていただきたいんですが、2つ目はスタンプを多用しているということ、2つ目が相手の返答分量を
をはるかに上回る文章量を送っているということ。3つ目は相手の答えにくい文章を送っている。4つ目は相手の興味のない文章を送っているでした。未読スルーされた時って相手が本当に忙しくて返信できなかった以外だと何かしらあんたに対しての印象の問題とかそういったものも入ってる可能性が高いっていうのが実際は多いのでできれば LINE を立て続けに送ったりとかせかすような LINE を送るよりも相手のまずは返信速度を見てあなたがどう思われてるのかっていうのを冷静に判断したりとかもしも少し勇気があるのであれば時間を置いてからもう一度連絡するなどしてみるといいかもしれない、まあ、それでは今回も最後までご清聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それではバイエンドでした。バイバーイ。うーバー。